店長武蔵チャンネルです。ちょっと見てですね、これいいんじゃないかなと思ったものもあったんですが、結局打ち死に、何もできずに帰ってまいりました。今日はね、面白いのが出ましたよ。面白いっていうか、一切関わっちゃいないんですけど、V ストローム 1050XT、ですか、はい、黄色いやつ、そう、未使用車っていうのがね、出てましたね。関係渡しって、はい、関係切れですね、今ね、はい、付属品なしって、付属品ないのって、だから取説だとか、保証書とか、そういうのないっていう、すごいですね。販売店であればね、登録できるでしょうけどね、登録してね、保証付きで販売できるんじゃないかと思うんですけど、その辺でね、途中だ、なんか誰も入れないで終わっちゃったって言ってましたね。あんまり行かなかったみたいですね、かっこいいんですけどね、乗るといいんじゃないですか。そうは言ってもね、ライバルいっぱいあるんでね、 BM のR なんちゃらとかね、 1050XT のライバルは何になりますかね。 F850GS ですかね。あとはね、アフリカツインとかね、そのあたりが、目白押しなんで、デザインかっこいいですけどね、鈴木さんのはね、 DR800S でしたっけ、あのイメージがね、ちょっとあって、かっこいいんですけど、いかんせんね、金額で、あとサスペンションとかが普通のサスペンション、普通っていうのかな、手でこうプリロード調整とかね、手でやるやつ、その方が壊れなくて、なんか壊れた時にとかね、普通壊れないと思いますけど、オイルがね、例えばオーバーホールするとか言っても、そっちの方が安くね、それはない、そういうことは考えないよね。やっぱりね、ボタンでこういろいろ切り替わったりしてくれた方がね、最近のやつはもういろんなもついてるんで、あとメーターがね、今の他の、BM にしてもアフリカツインにしても、あと何でしたっけね、もうあの辺のやつはみんな TFT 液晶で、それを考えるとね、とかね、いろんなあれが、もちろんあるんですけど、あれはいいですよね。初めて見た、本物。そう、あれ出ないですよ、めったに。まだね、新しいからね。あとね、これいいなと思ったのはですね、アプリリアの SR50 でしたっけ、スクーター。ツーストのね、50cc のスクーターですよ。で、距離がね、走ってないんですよ。何百キロだったかな。外観はそれなりなんですけど、で、マニュアルだとか、いろいろ全部ついて、あと自賠責も少し残ってたかな。今年の何月ぐらい、何月までとか、ついてたんですけど、あれもちょっとね、っていうか入れたんですけど、はい、諦めました。ちょっとね、はい、そう、あれもいいですよね。前後ディスクブレーキでね、あれ早いんじゃないですかね、50。昔キムコにね、スーパーナインっていうのありましたけど、雰囲気的にはそれになんか近い感じで、あれもいい。他にもね、これいいんじゃないのって思ったのは、あったんですけど、あと、キムコの車両だとレーシングキングね、3000キロっていうのがあったんですが、エンジンから音が出てる。車外のマフラーついてましたけどね、車外のマフラーはいいんですけど、エンジンのね、音がね、でオイルがね、かなりもう下オイルが漏れてるんで、なんですかね、あれね。だからちょっとね、直さなきゃいけない、云々っていうのがどうしてもね、絡んでくるんで、結局やめましたけどね。あとね、GP125 が出てましたよ。千何キロ。はい。で、製造が2020年の3月の製造の車両なので、これだったら保証付きで販売ができるっつ。まだ2年ぐらい残ってるじゃないかっつ。そんなことも考えたんですが。手は出さなかった。そう、手出さない。さあ、そうこうしているうちにですね、いつものワインディングロードに入ってまい、りました。
ハイゼットトラックですけども、まあ、ノーハン仕様ということで4輪駆動システムを搭載しているんですが、まあ、普段は通常の後輪駆動、FR っていうんでしょうかね、フロントエンジンリア、ドライブという形式で走ることが可能となっております、はい、ですので、まあ、ハンドリング云々はですねとても自然なフィーリングで、このあたりねやっぱり操舵と駆動が分離している、分けられている、そういう良さを感じますよね、はい、でこういう直進状態においてはですね4輪駆動ボタンをパッと押すと、はい、4輪駆動に今切り替わりました、はい、そうすると明らかにも走りがですね重くなるのが分かります、はい、そしてここでちょっとね発進ですぐハンドル切ると、タイトブレーキング現象って言うんですかね、それが出ますので、ちょっとまたね四駆は解除させていただいて、で時速80キロまでですね、時速80キロまでは、4輪駆動ボタンを押すことによって四駆に切り替えることができるということでございます。はい、今信号待ちでね止まりましたので、デフロックスイッチを今ね押しました。で何にも出ません、はい、ここもつきません。でここでギアを一速に入れた瞬間にデフロックのこのねスイッチのところのマークと、あとこちらにトラクションコントロールオフ、横滑り装置オフという表示が、出ております。はい、ですので、まあ、当然のことながらですねデフロックするということはそのまま回転でガッと回すということなので、トラクションコントロールとかですね、横滑りというのは解除されるという仕組みでございます。そして今走り出しました。ここで2速にした瞬間に、ランプが消えて、はい、デフロックですね、デフロックは解除されると。で1速とバックの時だけにしか、作動しないっていう仕組みですね。はい、まあ、そんなですねこのいろんな機能がね、ついているノーハン仕様でございます。はい、さらにはトラクションコントロールをですねオフにする、こういうことも可能なんですね。長押しするとトラクションコントロールがオフになります。メーター上には TRC オフと表示が出ます。で、トラクションコントロール今オフの状態で走ってるんですけど、走っておりますが、これスピード出していくとですね、約50キロ、メーター読みで50キロになるとトラクションコントロールが自然と復帰します。はい、で50キロ以下なんですね、うん、そういった仕組みになってございます。で1回戻ると、もう1回押してね、はい、トラクションコントロールをオフにする場合は、やるということになります。はい、さらにはですねその隣に、スマートアシストのキャンセルスイッチっていうのがございます。はい、これをポンと1個軽く押すとですね場合はスマートアシスト、こちらがキャンセルとなるという仕組みなんですね。はい、とりあえずオンにしておきましょう。トラクションコントロールも長押し、はいはい、オンになりました。さあ、そんなですね、いろんな機能が搭載されている。まるでですね、本格的なオフロード四輪駆動車のようなですね、システムが搭載されて、いるわけです。はい、しかし、これは、れっきとした軽トラック、軽トラックでございます。やはりね、これ畑の中に入っていく、うん、そういったことも想定しているということですね。この堅牢な四輪駆動システムっていうんでしょうかね、そういったものが搭載されているわけでございます。はい、さあちょっとねこうで、あ今トラクション今ねデフロック温度ままでしたね。はい、今オフにしました。はい、ですので一速に入れるとまたついてしまうっていうね、そんな感じですね。はい、デフロックしてくれるっていうことです。はい、という感じですね。あのこの軽トラックね、そんなものがいろいろついてるんですよ。うん、面白いですよね。このまあとにかく全部のボタンが埋まっている、これに喜びを感じている、店長武蔵の仲間なのでありました。てんてんてんということでね。はい、で四輪駆動にしてなければ普通のね軽トラックなんでね、まあ、もちろんあのドライブシャフトを回ってるとは思うんですけど、まあでもね、なかなかそれはそれで、いいんじゃないかと思いますよね。ハンドルの形もなんかいいですよ、3本スポークでね。はい、シフトのストロークは前のタイプと変わらないですかね。でも結構しっかり感ありますね。これロッドで多分やってると思うんですけど、昔のあの AE92 とかね、あのトヨタのね四輪駆動、四輪駆動の FF 車のシフトはね、もうカシャ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 って感じでね、まああれはちょっといただけないっていう感じがしましたけど、やっぱりこれいいですよね。もう少しこうね
と手首のスナップだけでこうクッってこうシフトチェンジできるような、システムになってるといいんじゃないかと思いますけどね、はい、一応ねここねオレンジラインなんでこう前がゆっくりだからってブッて右から出ちゃいけないんですよね、はい、そういうことがありますね。中型ですかね、教習車ね。